にちは、みつこんです。今日はですね、ちょっとね、変わったところにいます。ちょっと風が強いんですけど、はい、どこにいるかというとですね、ちょっと見にくいんですけど、雲津川に来ております。はい、雲津川で、そこがですね、国道23号線になります。今車走ってますね。これ国道23号線の雲津川を橋ですね。はい、そんなところに来てるんですけど、なぜこんなところに来てるかというと、鉄道とまあ深い関係というかね、そんな感じなんですけど、近鉄、今近鉄がね、まあ名古屋線、近鉄名古屋線走ってると思うんですけど、まあ、その前身となるね、伊勢電気鉄道っていうのがありました。はい、で伊勢電気鉄道のな路線を今でもね、一部近鉄が使ってるんですよね。白子のところとかね、あの辺も寒いよ、おばちゃん寒い、使ってるんですよね。はい、でその伊勢電気鉄道、まあね、廃線になったということで、その時に伊勢電気鉄道が使っていた橋梁がこれなんですよね。ちょっとね、もう草ぼうぼうであれなんですけど、伊勢電気鉄道が利用してた雲津川橋梁はこれになるんですよね。これがね、もうちょっとね、草ぼうぼうでね、あれなんですけどね、まあ、階段を降りれるんで、ちょっと下からね、眺めようと思ったら眺めれるんですけど、これがね、実際使われてたらしいんですよ。もうそのまま残ってるみたい。まあ人が歩くようにね、橋梁、人が歩く橋梁用には変えられたらしいんですけど、今からかなり前、何年前、ちょっとあれですけど、ここ鉄道が走ってたということでね、もう前は竹やぶでボーボーなんですけど、昔は走ってましたよという感じですね。素晴らしい。この伊勢電気鉄道の廃線跡をね、ちょっと追ってみましょう。まあ通の中でね、追ってみようと思います。ということでね、まず第1個目がこれなんですよね。早速雲津川橋梁ね、はい、まあ、そのまま転用されてるということで、人が歩く橋ね、橋になってるということです。はい、ということで次の場所行ってみましょう。ジャンプで行きますね。ということで今日はちょっと変わった廃線跡を巡ろう、イエーイ、ということで行ってみましょう。それでは行きます、せーの、ジャンプ、よいしょ。ということで、はい、次の場所にやってまいりました。次の場所がですね、これね、岩田川橋梁という場所になるんですけど、ちょっとねここ残念ながら、本当はねここ橋梁が建ってたんですけどね、もう今ね解体されちゃってるんですよね。そして新しい橋がね建てられてるんですけど、まあ、こんな感じになっております。ちょっと残念ですね。はい、これ岩田川、もうそこは津のヨットハーバーなんですけど、これ岩田川という川ですね。ちょうどね、ちょうどあそこら辺がね、
あの昔の橋梁でだいぶ古いんですけど、ここね、伊勢電気鉄道の紋章とかもあったんですけどね、昔。ちょっと今はもう橋自体がなくなってるんで、ちょっと取れないですね。まあ、廃線になってからね、その車用に転用されたということでね、車にてね、道路として転用されたということで、すごいね、ここね、狭かったんですよ。めちゃくちゃ狭かった。今ね、工事で広くなりましたけど、元々の道路はね、めっちゃ狭かったんで、ちょっと残念ですね。でもまあ、あの辺とかね、壁面とかまだちょっとね、名残惜しいけど、残ってますね。だからもともとここに線路が走ってたんでしょう。ここに線路が走ってて、こっちが工事なんですけど、こうね、線路が続いていってたと思われます。はい、ということで、そんな感じでね、次の場所へ行ってみましょう。行きますよ、せーの、ジャンプ。ということで、やってまいりました。はい、ということでね、今この川なんですけど、シトモ川っていうかな、シトモ川っていう川です。で、場所がですね、これね、近鉄名古屋線の高田本山の駅の近くですね。高田本山から歩いても行けます。そしてあそこ、伊勢鉄道線の東一新田駅があります。はい、そんな場所ですね。ここにその伊勢電気鉄道のね、跡があるということでね、ちょっとどんなんか見てみましょう。ということでね、これは本当ね、近くまで寄れるんですけど、これです。よいしょ、これ橋梁の跡があったんですね。そしてこれ、こっちにも続いてます。はい、昔はもうここにね、鉄道がかかってたっていうのはね、もう唯たる、もう残された跡ですよね。すごいですよね、イタリアのレンガ積み。ジャンプしたらいけそうですけどね。あ、火の鳥。すごいですよね。なので鉄道がこう走ってたっていうのがもう非常によくわかりますよね。こう走ってたっていうのがね、非常にわかると思うんですけど、これ跡ですね。ですよね、こうなってんだって感じですよね。はあ、歴史に触ってますよ、私。歴史に触ってます。これがすごいね、かけたりもしてますからね。ということでね、これ、ここは本当伊勢電気鉄道走ってましたよっていうようなね、最もわかる橋梁の跡だと思います。レンガ包みでね、はい。で、これだけではなくてね、やっぱりこっちにもね、
近鉄の撮り鉄ができるというね、さっき火の鳥撮りましたけど、こっちもね近鉄の撮り鉄ができるということでね、いいですよね。で非常にね歩きやすい場所なんでね、高田本山からも歩いて10分もかからないと思うんで、非常にいいところだと思います。なんでね、撮り鉄の皆さんね、近鉄で撮り鉄される方、ついでにね、近鉄の前身である伊勢鉄道、伊勢電気鉄道さんもね、後も撮ってみてはいかがでしょうか。何このあられかひょうみたいな、クソサビ、クソサビよ、クソサビくなってきた、いきなり。はい、ということでね、こういう場所、紹介しました。伊勢電気鉄道の、廃線跡ですね、紹介しました。ということでね、いかがだったでしょうか。またね、紹介したいと思いますのでね、よろしくお願いします。いろいろね、はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。すいません、こんな動画でありがとうございました。